はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのグルーラグロを紹介したいと思います。こちらのデッキですが M21 でラーダを入れたことによって安定感が少し向上したデッキですね。ラーダは3マナ33で自分のターンのみ先制攻撃と、スノスペックはまあまあなのですが、ライブラリートップから土地をプレイできるということで、グルールの負けパターンであるマナスクリューとマナフラットを回避することができるようになっています。また起動型能力も意外と強く、6マナで最低でもプラ6プラ6の修正を受けるということで、相手にブロックを難しくさせることができますね。使った感じラーダーは思ってた以上に強かったので、3枚目を採用してもいいかなと思いました。ミネロ恐怖は今回はお試し枠で入れているのですが、ヘルカイトのドラゴンと違い速攻を持っていない一方で、1ターンでも生き残ると莫大なアドバンテージを得られるので、使用した感じ BO1 においては結構強く感じました。まあ、BO3 だとランプが多い関係で、速攻持ちのヘルカイトの方が強そうですが、BO1 においては一旦生き残らせて赤弾やラクドスの盤面を崩壊させる動きがかなり強かった印象ですね。また除去には原初の力を採用していて、前のめりなこうしたデッキにとってはかなり強い除去になっています。はい。ということで今回もランク戦で収録しているのですが、BO1 において急にすることができたので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手、まあこれは問題なく、キープできるかなと。さあ相手は赤タンですね。とりあえず、生替え収集家を出してターンを渡していく。まあここ殴ってきたら、ブロックして全然 OK ですね。お、殴ってきますか。さあここは位置を取って、まあ1点だけ食らっていくと。まあ相手が、リップコを持っている可能性もあるので、まあこちらのターンに倒していくと。さあ相手3マナ目から、まあここからが勝負の境目になってきますね。さあ上貴族2枚目から小菓子秋の2枚目。うん、まあ現状上貴族を倒すことはできないので、このターンは一旦サイコスの巨人を出して、上貴族と相打ちを取りに行く形がいいかなと。まあ土地からのエンバレスが一番きつい展開ですね。お、さあここはそのまま先頭に入ってくる。まあエンバレスを警戒する必要がないので、ここは上貴族をブロックでいいかなと。まあ完全に相打ちは取れる感じではあるので、はい、踏みつけ本体で33にして相手を取ってくると。お、ラーダいいですね。さあここはどうしていくか。まあ生が収集家からアサルなんで、そしてクリーチャーを食べていく流れでいいかなと。まあ相手が明らかに火力を構えていないので、こちらのメインで食べていっていいですね。さあこうなるとだいぶやりやすくなったかなと。相手は義足をプレイ。お、殴ってくる。なるほど。まあ、おそらく火力を持っていますが、まあ、義足も残せないということで、ここはもう相打ちを取っていっていいかなと。まあ、おそらくサイコスの巨人の2枚目ですね。はい。さあ、これで、まあ、盤面は綺麗になっていくと。さて、とりあえず3点クロックから、ラーダをプレイ。次のトップがサイコスの巨人。まあ悪くはないですね。さあ相手は巨人プレイからターンを渡してくる。ここは一旦生が収集家だけ殴っていきますかね。さあ、まあ相打ちを取っていきたいかなと。ああ、まあラーダも殴ってよかったですね。まあ、こちらのターンだと先制攻撃があるということで、まあ、殴って、起動型能力を構えていく形でも良かったかなと。さあ相手はまあおそらく、はい、相打ちを取ってくる。さて、サイコスの巨人はまあ一応構えておきますかね。さあそのままターンを渡していくと。まあ、ラーダがいる限り、こちらは土地を弾けるということで、まあ、かなり有利に立ち回っていけるかなと。さあ、相手は巨人から、
そのままターンを渡してくる。さあ、トップから土地を弾いて、次がエンバですか。なるほど。ここは殴っておきますか。まあ、殴ってブロックされなかったら、能力起動で10点入れて、まあ、次のターン、何もなければエンバレスで、そのまま勝っていけるかなと。さあ、ここはスルー。6マナ払って、10点パンチで残り7点まで。まあ、こうなると、まあ、負け目はなさそうかなと。おっと。いや、まあ、大丈夫か。相手はもう、2体で殴ってこれない状況なので。はい。さあ、2点だけ取って、残り13。これだと、5点、7。価値格か。グルールの呪文砕きまで速攻で出して、フルパンから踏みつけ本体で勝ちですね。まあ、エンバレスを抜かれてどうなることかと思いましたが、なんとか、勝ち確には持っていけたかなと。まあ、やっぱラーダで、土地を弾けるのがかなりでかいですね。まあ、マナスクリューしても、マナフラットしても、かなり弱いデッキということで、どちらも回避できるようになったのは、割とでかいかなと。さあ、相手は義足をブロック。さあ、攻撃で6点通って、本体に2点で勝ちですね。OK! さあ、やっていきます。こちら先手。まあ、やや後手ハンドでありますが、問題なくキープはしていけるかなと。さあ、とりあえずショックランドをタップインしてゴー。相手がまあ、アグロデッキであれば、割といいハンドですね。お、アドベンチャーか。アドベンチャーは久々に当たりますね。最近はあんまり数は減っている気はしますが。さあ、相手はグルールアドベンチャーですかね。とりあえず1点取って残り19まで。お、ナンディはありがたいですね。さあ、踏みつけの的ができたということで、ナンディをしっかりと除去っていく。これは先にラーダを出しておきたいですかね。まあ、相手はおそらく、次のターン5-5を出してくるので、サマナクリーチャーは殴れないということで、土地を弾けるようにしておきたいかなと。まあ、先制攻撃を持っているということで、殴って踏みつけ構えでもいいですね。最低3マナ目を置いて、まあ、おそらく5-5を出してくるでしょう。はい。さあ、矢印を出してそのままターンを渡してくる。トップから土地を弾いて、次も土地ですね。ここはもう、相打ちを取っていってもいいかなと。さあ、野獣と、相打ちを取っていく。まあ、相手はおそらく、ドムリの待ち伏せなんかが入っているデッキなので、クリーチャーを除去っておけるのは、でかいかなと。さあ、またトップが土地。次はエンバレスか。エンバレスであれば、まあ、クリーチャーをどんどんと展開しておきたいですね。さあ、おっと。まあ、先制攻撃を持っているので、はい、ここはブロックできないですね。さて、まあ、呪文砕きを4-4で出して、まあ、一応踏みつけを構えてターンを渡していくと。まあ、今回結構あれですね、土地がかなり多かったということで、ラーダを出していなかったら、まあ、完全にマナフラで負けパターンだったかなと。まあ、こうした負けパターンを回避できるのがやはりかなり偉いですね。さあ、ラーダを殴ってくるということで、まあ、おそらく踏みつけか何かを持っているかなと。さあ、3点通して残り16。さあ、ここは呪文砕きを4-4で出してくる形ですね。これはまあ先にエンバレスを出せるということで、かなり有利になる盤面ですね。さらに海蛇。これはまあ踏みつけで除去っておきましょう。さて、お、
次が峰の恐怖ですね。ただまあここは、エンマレスを先に出しておきたい盤面かなと。さあブロックしてきますが、エンマレスを持っているということで、これでかなり、有利な盤面に変わっていきますね。さあ残り8点まで。峰の恐怖もね、割と強いマッチアップだとは思いますが、まあ、今回は、まあ、出るまでもなく、勝っていけそうな展開ではありますね。さあ相手はまあおそらくこの状況だと、まあ、グルールということもあってひっくり返せるカードはなさそうな気がしますね。さあここで投了と。 OK。 さあやっていきます。こちら先手、まあキープはできますが、まあ後手ハンドではありますね。まあ BO1 は基本的にアグロがかなり多いということで、しっかりとキープしていけるハンドかなと。さあ相手はまあおそらく赤タンか、まあマルドラクドスあたりですね。とりあえず、まあリップクケアで先に除去っておきたいかなと。まあ相手が赤タンであれば割といいハンドですね。さあ2マナ目から勇者を出して殴ってくる。さあ残り18から、ここはそのまま構えてくる。これはまあ呪文砕きを44で、出していきたいかなと。おそらくまあ除去か、もしくは、立腹あたりを構えていそうな感じですね。さあここは3マネ目を置いて殴ってくる。ということはまあ3点火力以上のものを持っていますね。さあ残り17から。なるほど。これはまあ無理やり2枚の火力で除去っていく形ですね。まあそれは全然 OK かなと。さて、ここは収集家から、ラーダを出していきたいかなと。お、さあ次がミーネの恐怖ですね。赤谷大地ではね、かなり強力なカードなので、まあ次のターン、ラーダから、ライブラリートップで土地があれば、かなり有利に立ち回っていけそうですね。さあ、ここも殴ってくる。まあ、もう一枚、何かしらの火力は持っていそうですね。さあ、ここはどう動いてくるか。ショックで収集家を除去って、まあ、巨人という流れですかね。舞台照らし。はい。さあ、ライブラリーに土地があったということで、ここはもう峰の恐怖まで出していくことができますね。とりあえず3点から、峰の恐怖を出していく。これはさすがに負けなさそうですね。このターンに峰の恐怖が除けられない限りは、まあかなり有利な盤面ではあるかなと。まあ相手はすでに、2枚の火力を使ってきているということで、おそらく除去はされないでしょう。さあ、ということで、土地を弾いて、まあ探索する獣から行きますかね。探索する獣から4点、おっと、ここで投了と。OK! はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこのデッキの強みを見せることができたかなと思います。まあ見てもらった通り、やはりラダがかなり強いなという印象ですね。まあやはりグルールの最大の負けパターンである、マナフラもマナスクも回避できるということで、ラダ1枚で、かなり安定感が増すかなという感じですね。まあ基本的に今はラダが2枚の採用が多いですが、その強さから3枚までは採用を考えてもいいかなと思います。まあ伝説なので4枚はさすがに取れなさそうですが、1枚くらいならダブってでも入れる価値はありそうですね。まあ、ミネの恐怖に関しては、まだまだ使用段階ではありますが、少なくとも BO1 においては割と強いなという印象はありましたね。はい。ということでよかったら皆さんも作って遊んでみてください。はい。ということで今回は以上になります。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは、またね。